はい、えー、皆さんこんにちは。遠藤です。今日も YouTube よろしくお願いいたします。ということで、昨日雇用統計ライブさせていただいたんですが、まあそこで、まあちょっとパソコンのトラブルとかもあって、バタバタとしちゃいまして、すいません、見ていただいた方。<laughs> で、えーっとまあ、その時お伝えしたのは、まあ、表面的な結果だけだったんですが、今日はちょっとそれを詳細に分析してみて、えー、来週の相場の ににしたいいいかなとううふうに思っています、えー、よろしくお願いいたします。ということでまあ、うん、今回のものはこれ46万7,000だったんですね一番ヘッドラインっていうのが最初にポーンと出てくる結果ですねヘッドライン大体このよ非農業部門雇用者数ノンファンペイロールっていうのとが46万7,000人で失業率4%っていうふうに出てくるわけですね。 でまあ、これで一瞬反応したりもするんですがまら、あえー、雇用統計の場合いっぱいいっぱい見るところがあるんでそれをずっと見ていかなきゃいけないんでなかなかこれがね労働省のホームページに行ったりしましてなかなか大変な部分もあるんですが、えっと、今回一番びっくりしたのは、まあ、最初15万人ぐらいの予想がずっと続いてたんですが水曜日に ADP 民間雇用者数というのが、うん、出まして。 ここは30 1000万人1000人雇用が失われたたいう,ふうに出たんですね。ADP っていうのはオートマティックデータプロセッシングっていう会社で、まあ、あの会社の総務部門のアウトソーシングっていう感じですよね総務のところをこうアウトソーシングしてるんで総務の重要なお仕事って、まあ、それが人事になってるところもあるんですけど給料の支払いじゃないですかですから給料支払い台帳から見て えその雇用が増えたかどうかっていうのを調べる会社がオートマチックデータプロセッシングなんですよ。それがマイナスだってことでまずい今回の雇用統計は減少するんじゃないかみたいなかなり悲観的な感じに傾いてたんである意味それがプラスしかもかなり大きなプラスになったってことはマーケットにインパクトを与えましたね。はい、で過去の部分も えーえーまあ、これ2月に発表されて1月分なんですが1月に発表された12月分は19万9千から51万1千人に12月に発表された11月分は21万人から64万7千人に情報修正されたことになったんですね。あれって思いません皆さん。いくらアメリカの統計がずさんといえずさんなんですよ実はしょっちゅうしょっちゅう変わるんで。 いくらずさんって言っても例えば19万人が25万とかまあせいぜい30万人になったのなら分かるんですけど19万人から50万人21万人から65万人っていうのはちょっといくらなんでもアメリカがい,い,いくらアメリカ人が細かいこと気にしないって言ってもこれはちょっとねえ雇用民間雇用者数もインフレだみたいな感じですよね。いやそれでええー、みたいなのになったんですけど これ実は今回基準を修正したんですよね人口動態まあアメリカってあの毎月うん移民の人が増えてて人口がどん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 増えてったりするんでまあそれの調整もあるんですけど季節調整モデルっていうのを修正して今までとまあ、ある意味統計の取り方を変えたっていうかまあそのベースとなる部分を変えてって 調整したっていうところもあるんで、まあ、それが今回大きく跳ね上がった原因だったんですねの一つだったわけですね。それが1点目とあと今オミクロンの感染がすごい広がってるんですがもうすぐそれが感染がなくなるだろうということで。 えー、雇用主の方が、えー、雇用者の方をこうレイオフあのアメリカの場合レイオフって言ってあすいませんちょっともう仕事休んでくださいって言ってその間給料払いませんみたいな、まあ、日本の首切りとはちょっと違うんですけどそういう部分があるんでそのレイオフをしなくてもう少し耐えたともうすぐ回復するだろうしたらすぐに事、あのー、業が回復して 今、ただでさえ人手不足なんで、人を雇い直すのは大変なんで、そのまま止め置いたわけなんですね。まあ、そこの2つの部分が非常に雇用を大きく伸ばしたっていうところだと思うんですよ。で、まあ、それにあわすあ現れてるのが、ここ、レジャーのところですよね。まあ、レジャーのところも15万人、まあ、レジャーっていうのはやっぱりレストランとかあのうんホテルとかそういうところなんですけど、15万人ってやっぱり大きく伸びてますよね。オミクロンで あの経済は少し止まってるんですけど伸びてるで過去分も5万3千人から16万3千人4万1千人から19万1千人に大きく伸びてるまあここのところは変えてあの基準を変えたところが、えー、季節調整を変えたところがあるんですけど、まあ、今回も大きく伸びたっていうのはそこが原因だったと思いますでこれを額面通り受け取るかどうかなんですけどうーんまあ 円像的には正直言ってこの季節調整モデルをど,のどういうふうに評価するかっていうのは分かんないです。あのやっぱり統計専門にやってる人たちに今後分析してもらうしかないんで、まあ、そこら辺は分析を待ちましょうということなんですがじゃあこういう時どうするかっていったらマーケットがどう反応するかっていうことですよね。でこれポンと見てください2年債利回りが1.2%か1.3%にボーンと上昇しましたよね。これ… 結果を見ればすごい上昇ここのところ上昇してますよね。でこの上昇ってこうやって見るとここですよね、あのー、結局はうーんこのコロナが始まるとこの前のレベルにもう戻ってきてるんでやっぱりマーケットは利上げ近しと、あのー、この数字は いい数字なんだよっていう評価。まあ、十年債利回りも上昇しましたよね。で、株なんですけど、まあ、最初もたもたしてた部分もあるんですけど、結局は SP が0.5%五パーセント、ダウが若干マイナスでしたけど。 ナスダックが、まあ、これもダウ100ドル高ぐらいの時もあったんですけど、ナスダックも1.58%高ということで、まあ、株も強いということで、結局、マーケットはこの結果を少なくとも昨日の時点では評価したなっていうところなんで、まあ、この評価ということでよろしいんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、3か月平均の、えー、と非農業部門雇用者数も54万人ということで、まあ、これのピッチも割と高いですし、 まあ悪くないのかなというところですよね。うん、で、まあ、こうやって見ると失業率が、ね、3.9から4%にちょっと上昇したんですが、まあ、その分労働参加率が61.9から62.2に上がったんで、まあ、この失業率の上昇は、まあ、そんなに気にすることはないと思います。要は、えー、労働者と職を探す人が増えたわけなんで、失業率を計算するときの 分母が大きくなった分やっぱりあの分子が変わらなければあの失業率上がっちゃいますよね。だからこれはそんなに気にすることないんですね。まあうん。労働参加率が上がるってことはいいことなんでまあただこれ労働参加率コロナ前ってもう少し高かったんですよね。60 そうですね、えー、と63とか63%ぐらいあったんですけど、まあ、それがまあようやくそれに近づいてきているのかなと、まあ、一時6セン0台まで低下してましたので、まあ、だいぶ戻ってきたかなという感じがしますあと有力失業率パートタイムとかそういう職を掛け持ちしている方のそ失業率は7.1%これも低下してましたよねここの低下はいいことかなと。 いう感じがしますねこれコロナ前ってえー、っとここですよね16一時11%ぐらいまで12%ぐらいまでこの失業率14%か16%あすげえ上がってたましたねまあそのコロナ前ってやっぱり6とかやっぱり7%ぐらいだったんで あのー、そこまで戻ったということですよね、まあ、一時20%ぐらい、22%ぐらいまで上がったのが、これ、まあ、だいぶ下がりました、いいことですよねで。長期失業者の比率も、長期失業者って27週以上か、まああのー、もう31.7から25.9に減少したんで、これもいい感じですよね。まあ、ここら辺はあのジョルトって言ってて、あのー、求人数が出る,出るまでまた えっと、今後出てくるまで、あのー、出てこないんでここは飛ばします。で前回のジョルトは、えー、っと求人数は、えー、1,092万人ですよねに先週かな出たやつなんでやっぱり1,100万人近い求人があるんで今職を失ってる人ってまだ300万人か400万人ぐらい、あのー、以前の、あのー、コロナ前から回復してないんですけど、まあ、それをカバーするにあまりある。 あの求人数があるんで、まあ、ここは問題がないかなというふうに思います。でまあいずれ時間の問題ミスマッチなんで労働市場自体は非常にまだ強い状況が続いてるっていうこれがねこんなもんなんで続いてる失業率も4%って歴史的に見ると非常にあの低いんで,で労働参加率も上がってきてる有力失業率も低下ということでまあその うーん季節調整の数字で、こ、えー、この NFP が変わったことはちょっと別として評価はちょっと難しいんですが、今の時点では、失業率等々を見る限りは、えー、悪くないなという感じでしたね。まあ、それでえー、っと 金利のマーケットも株のマーケットもポジティブに反応したんだと思うんですが、で一番やっぱり今回おそらくあの金利が上がった理由ってここだと思うんですよね。31.63ドル、あのー、時給ですね、で前月比で0.7、ここのところ0.6、先月も今回0.7、年率でいうと先月が4.9、今回5.7%ぐらい。 年率で時給が上がってるんで、まあ、これは非常にあの時給の上昇強いなということで、まあ、それで金利がの加速をさせた部分があると思うんですよ31.63ドルって114円で計算すると3600円ですからねアメリカの時給3600円ですよ皆さん日本って東京都でも1100円とか1200円ぐらいでしたっけ最低まあ最低がね でまあ、それが最低だとしてまあよくてもそんなね時給それはもちろんすごいプロフェッショナルな人でいいとこ勤めてたり弁護士とか、まあ、お医者さんとかで 給料高い人は別として、日本ってやっぱり1000円台、おそらく1000円台ですよね、で、まあ、ジョークかなんか分かんないんですけど、あまりにも給料高いんで、カリフォルニアとかテキサスあたりだと、まあ、不法移民の人を使って、ちょっと単純労働とかさせようと、まあ、不法移民の人だと、時給25ドルぐらいってか、20ドルとか、まあ、2500円ぐらいで雇えるかなみたいな、不法移民でも2500円ですかっていう感じで、いかにやっぱり給料上がってるなと。 いいうとところがわかると思いますでおそらくフェンドとしてはここが上がってほしくないなーっていうふうには思ってると思うんですよね。だからあの何度もいつも申し上げてるんですけど給料が上がりだすとスパイラルに給料上がるやっぱり物価も上がるっていうふうにどんどんなってくんでここは非常にあの中銀関係者としてはここのところがまあ あの民主党政権なんで給料が上がってくのはいいんですけど急激に上がるのはちょっとなーっていうところはいたしかゆしだなーっていうところはあると思うんですよねうんあとやっぱりこうやってみると建設業も減るっていうのは1月はそもそも求人求人っていうか雇用減るんですよね建設とかアメリカの北東部すっげー寒いじゃないですか,なんか今オリンピックやってる中国もすっげー寒そうだけどやっぱりこういうところが減ってくんで、あのー、やっぱりちょっとあんまり 工業とかマイニングとか建設とか外で仕事する人のところは減ってますよね。まあ、製造存はあのー、1万3千人増えてますけど。でもやっぱり小売とか6万人とか交通倉庫5万人とかこういう商品とかが戻ってきてるんですよね。ここはいい,い,いことですよね。前月はちょっと落ち込む。前月、前々月は落ち込みました。けど、小売倉庫とかが戻ってきてるっていうのは？ すごくいいことでレジャーも戻ってるっていうのはこれもいいですよねまあここら辺はあのあと、えー、失業率なんですがまあ白人が3.2から3.4失業率上がって黒人が7.1から6.9下がったんでこれはいいんですけど前々月は6.7だったんで まあそこから改善してないですねと。アジア系が3.8から3.6に低下。ヒスパニック系が4.9から4.9ということで、まあこんな感じでいいですよね。普通でも、まあいつもこの前も話したと思うんですけど、アジア系って白人以上に失業率低かったりするんですけど、今回のコロナに関しては失業率、まあ白人について低いんですけど、あのちょっと高いかなっていう感じがするんで、まあここら辺はなんかそのね、 まあはっきり口にはできないんですけどもしかしたらその病気に絡むアジア人に対する偏見とかそういうことがもしかしたらあるのかなこれすみませんあくまで僕のあれなんで何とも言えないんですけどなんかちょっとアジア人の失業率がちょっと高いないつもに比べたらみたいなのがちょっと不思議ですよねあとはうんそうですねアメリカやっぱり大卒以上だと失業率2%ということで明らかにこの何こていうのかな えっと学歴によって失業率の差が出るっていうのはこれアメリカの特徴、まあ、まあ世界的にそうなのかもしれないですけどね特徴ではありますよね。はい、ということで今回の失業率に関しては確かに良かくて、まあ、失業率とかそういうとこを見ると改善してるし時,時給も上がってる、まあ、一番のポイントは。 時給が上がってるということであの金利が上昇してしまったなというところですよね。これかなりやっぱり金利上がってきてますよね。うんあのコロナ前の水準にもう到達し,してきてるんでそうするとやっぱり利上げが3回、4回まあ3回はあれですけど5回とかいうふうになってくるかなと。ただその割には昨日はその時給が上がった えー、利上げ予想がまあやっぱり5回かなみたいななって金利が上がったでも株も上がったということであまり悪,か悪くはなかったですよね株の上昇もあったしラッセル2000円、型株もいいしただ ついに来ましたね。オイルが92ドル台に達したんで、これもう100ドル行くでしょうっていう、この前話したと思うんですけど、100ドルになっちゃうとね、やっぱりますます物価を高止まりさせる原因になるんで、そこらへんが心配ではありますよね。で、株、動いた株を見ますと、まあビットコインも今上がってますよね。うん、かなり上がってきたんで。えー ここら辺ね、あのスナップとか、あのおとといのメタのあの影響とかで、流れ玉食らってとかってあったと思うんですけど、それがちょっとあの買い戻されてる感じですよね、そういう流れ玉食らって落ちたところは。で、あと AMD とかも上がってますし、まあ、バンカメリカはちょっと関係ないんですけど、おそうですね、ニ、え、ノ、ー、とかも上がってて。う もえー、っとまあそんなところであの株価は堅調でしたと、まあ、特にナスダックは金利上がった割には強いですねということでハイテク系が買い戻されたかなという感じがしますあとそうですねドルインデックスは中を見ると下がっちゃいましたね まあちょっとドルの利食いが入ったかなみたいな感じで、ただ、昨日に関してはドル、あのー、アメリカの長期金利上がったんで、ドル反発したというところで、ドルが少し高くなった、まあ、ただ、ドル円は115円台回復。 ユーロが高止ままりしてますね。これ、ECB の結果ですよね。高止まりしてるし、まあ、ポンドは、えー、総裁が牽制したっていうこともあって落ちちゃった。えー、あとは、OG も落ちたし、ニュージーも、えー、ドル高で落ちましたということで、これはなぜですかっていうのはあの、ユーチャルと一緒にやったライブの時も話したんですけど、結局、ユーロクロスが強いんですよね。ユーロ円上がりました。で、 ユーロポンド上がりましたユーロポンドが上がるってことはユーロ買いポンド売りなんでユーロが上がってもポンドが上昇しないのはユーロポンドなんかでユーロが買われてポンドが売られるからですよねでユーロスイスなんかもそうですよねユーロが買われてスイスも売られてユーロが買われてスイス売りになってるでユーロ王子まあユーロ王子もユーロが買われて王子が売られてるユーロニュージーも がかあユーロが買われて、ニュージーが売られてるということで、ユーロクロスの買い戻しがかなり入ったんだと思うんですよ、今回、このユーロの上昇を受けてね。まあ、それもあって、こんな感じですよね、ユーロニュージーなんか。で、ユーロオージーもずっと1.56から1.62ぐらいまで上がって、ユーロポンドも、えっ、ー、と、一度、ポンドの利上げでドン、ド <laughs> ンと上がったところのショートカバーが激しかったんで。 やっぱりちょっとユーロクロスのショートカバーが昨日も続いてたということで来週これがどういうふうに、あのー、アジャストされてるかの一時ユーロがさすがに上げ止まるのかどうかとまあユーロポンドなんかこんな感じですよねでユーロスイスユーロスイスもかなり上がりましたね11月のレベルまで戻してまあ SNB これハッピーでしょうねで、えー、ユーロ王子ユーロ王子も 直近近の高値付近まで上昇してきてきますよねでユーロニュージーはもうかなり前の高値そうですね、えー、と2020年の11月ぐらいのレベルまで上昇してきてるんでまあ総じてこのユーロクロスがここからさらにあのもう一段上げるのかどうかっていうのは来週注目になるかなというふうに思います。 とということで今回の雇用統計をおさらいしますと、うん、結果として雇用統計良かったですですからマーケットもポジティブに反応したんだと思いますただこの季節調整の影響って長期的にどういうふうに出るのかということと、えー、賃金の上昇がますますインフレを加速させるんじゃないかということで、まあ、ここら辺は利上げ回数が増える方向の予想が増えてきてちょっと株価にとっては 今は直近は上がっっててますすけど心配ですねってい、うところだと思います、はい、この動画良ければいいねボタンとチャンネル登録まだの方がいらっしゃればぜひチャンネル登録よろしくお願いしますということで皆さん良い週末を。